こんにちは、小川です。前田です。今回ご紹介するのは、テレワークがもっと快適になるリフォーム。現在、お客様がご自宅でテレワークを行っていて、部屋がなく寝室で作業を行っているため、毎朝机を設置して、お仕事が終わったら片付けをしているそうです。もともとリビングの隣に将来的にお部屋として使用できる設計になっていた空間があったため、そこに間仕切りを設置し、テレワーク用のお部屋を作成することをご提案しました。今回、壁から壁の間に可動式のドアを設置するにあたり、レーザーを使用し、水平垂直をしっかりと測定します。家というのは築年数が経過していくと、柱がまっすぐではないことが多いです。多少ないとも傾いてきてしまっています。今回の現場では天井が高いため、一番大きなドアを設置しても下がり壁を作成しないと可動式のドアが設置できないため、20センチほど下がり壁を作成していきます。通常、吊り戸はガイドピンや埋め込みのレールを設置します。今回は磁石式のものを設置します。埋め込み型の磁石にすることで、床もほぼフラットになるため、お掃除も楽ですね。壁紙も入り墨から入り墨まで張り替えることで、違和感なく仕上げることができました。壁紙を張り替えるにあたり、同じ壁紙がまだ製造されていたため、今回は同じ壁紙で張り替えることができました。同じ壁紙が製造されていない場合は、同一の白系よりもアクセントクロスのご提案をさせていただいております。あえてアクセントクロスにすることで、おしゃれに仕上がります。今回、お客様は寝室でテレワークをしており、布団を設置するたび机を移動させるのが手間とおっしゃっておりましたが、可動式の間仕切りを設置したことで、毎日の手間がなくなり、すごく喜んでいただきました。お客様のこだわりとして、半透明のドアをお選びいただきました。半透明にすることで光が通り、リビングに人がいるのを感じたいというご要望がありました。お客様のご要望をすべて取り入れられたリフォームとなり、生活が快適になればとても嬉しく思います。墨田区、さいたま市、越谷市を中心とした地域の皆様、リフォームのことなら中野屋へお任せください。お問い合わせ先は概要欄よりチェックしてください。この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。